RR ウォーカーのリアルです。今週のインディーズゲーム紹介いきます。まずは12日に発売のタイムオンフロックアイランドです。嵐によって乗っていた船はバラバラになってしまい、なんとカエルのような住民たちの住む島に漂着してしまいます。船を修理する素材を取引するために住民たちの頼みを聞いて仲良くなったり、生きていくために釣りや作物を育てたり、なぜか島に隠された宝物を見つけたり、ついつい島の生活に夢中になりすぎないよう気をつけながらこの世界を探検していきます。次はメタロイドオリジン。16ビットのアクションゲーム、メタギャルの続編。世界を守る3体のアンドロイド。画面を銃弾で溢れさせることができるエリカ。強く素早く敵を撃破することができるアトミックサンダーの使い手ゼータ。ジェットパックを使いこなし空中を飛行し、敵を頭上から攻撃できるネバー。3人の中から1人を選び、9つのレベルを突破していきましょう。プレイステーションや PC で高評価を得てきたメトロイドバニアアクションゲームが Nintendo Switch で発売されます。キスト、グレン城の闇。鋼鉄の拳を持つウサギのレイトンが地下組織の巨大な陰謀に立ち向かう横スクロールアクションゲーム。ディーゼルパンクと東洋の街並みを融合させた世界観も特徴です。画面切り替えやローディングから脱却するためにシームレスなマップ移動を実現。リアルで広大なグレン城を堪能できます。ピスト、ドリル、ウィップの3種類の武器はそれぞれ高速コンボ、高ダメージ、遠距離攻撃と異なる特徴があり、自由に切り替えることができます。リアルで高品質なグラフィックはスイッチ版のスペックに対して最適化の調整もされているそうです。SF ファンタジーを舞台とした 3D アクションアドベンチャー、ゼル。未知の惑星ゼルに不時着した宇宙飛行士の少女リードが主人公。前世の記憶がない彼女の過去とゼルとの関係を解明していきましょう。剣と盾を手にゼルの世界を探検し、予期せぬ脅威と難解なパズルが待ち受ける壮大なダンジョンに挑みましょう。明るい雰囲気のグラフィックが特徴ですが、回避や受け流し、弾きなど戦闘もしっかりと作り込んでいるそうです。時間を操作するアビリティを持つアイテムを利用して謎を解いていくことで、それまではアクセスできなかったエリアが解放されるといった探索要素に加え、武器や盾、その他のガジェットを作成してアップグレードしていくような要素もあるそうです。果たして彼女はそこから抜け出すことができるのでしょうか。テレビアニメで大活躍のチキップダンサーズがついに任天堂スイッチに登場。チキップダンサーズ、ノリノリダンスで心も踊る。原作のテーマに沿ったダンスゲームやアニメのエピソードを元にしたミニゲームなどが遊べるほか、運動不足解消のエクササイズモードやアニメの印象的なシーンが蘇るジグソーパズルなどを収録。可愛いマリモが迫り来る外来種軍団と戦う。横スクロールに奥行き方向の攻防要素を加えた 2.5D シューティングゲーム、マリモ VS 外来種。意外としっかりしたシューティングゲームで、画面奥から現れる敵を6体まで同時に追尾できるロックオンショットや、
チャージ時間によって威力や効果が変化するチャージショットなどを使って戦っていくことになります。外来種たちの動きに合わせて攻撃方法を使い分けてハイスコアを目指しましょう。4つの難易度から選択でき、初めての方のためのチュートリアルもあります。しかもおまけでモデルになった現実の外来種について学べるデータ集もあります。意外とストーリーもあります。続いてはシューフォーズ。 UFO キャッチャーをモチーフにした1対1の対戦アクションゲームです。プレイヤーは自分の UFO を操作し、相手より早く目当てのアイテムをゴールへ運べば勝利となります。キャラクターごとのスキルやステージギミックを生かすことで戦略性のあるバトルが楽しめるそうです。続いては疲れ知らずの死神に追われる強制スクロールのプラットフォーマー、ランニングオンマジック。死神から逃げるためにジャンプや浮遊、踏みつけなどであらゆる障害物を乗り越えていきます。難易度は4種類あり、スピードがどんどん上がっていくエンドレスモードというモードもあるそうです。続いてはスマホゲームから移植の高難易度アクション RPG パスカルズ・ウェイジャーディフィニティブ・エディション。戦闘スタイルが異なる5人のキャラクターを操作して痛快かつディープなアクションが楽しめるアクション RPG です。戦闘難易度は高く、ボスモンスターとの戦闘ではプレイヤーの戦略と対応力が求められるそうです。雰囲気だけ楽しみたい人向けに、アクションゲームがあまり得意でない人に向けたカジュアルモードも用意されているということです。ディフィニティブエディションではこれまでにリリースされた全ての追加コンテンツが収録されているということです。次は戦国プリンセス天下統一は姫武将とともに、2020年に発売された美少女ゲームを全年齢版にリメイクした作品ということです。戦国時代にタイムスリップしてしまった主人公の前に現れたのは織田信長を自称する美少女だった。戦乱のように翻弄されながらも姫武将とともに、姫武将ってな天下を目指す姫武将ってなんだよ天下を目指す物語ということです。アクションドライビングゲームレッグフェスト。コンパクトカーやセダン、スポーツカーのほか芝刈り機やスクールバスなどのマシンを使ってルール無用のレースを戦います。ボディが変形する壮絶なクラッシュ、ゴール直前まで気が抜けないデッドヒートなど究極の激突レースが楽しめるということです。最大16人のオンラインマルチプレイモードも搭載。ライバルたちとの熱いバトルで最速最強を目指しましょう。続いてはアウトワールドなんですが、こちらプレイステーション4の方はお手頃価格になったアウトワールド DMM ゲームズザベスト、そしてプレイステーション5は今までに出てる全てのダウンロードコンテンツを収録した完全版のアウトワールドディフィニティブエディションが発売されます。アウトワールドとは冒険家の人生をシミュレートしたオープンワールド RPG。 主人公はごく普通の一般人です。そんな主人公にとってこの世界ではモンスターは去ることながら空腹や病気、自然すら脅威になります。さまざまな知識を得て厳しいファンタジー世界でのサバイバル生活を生き抜きましょう。そしてこのゲーム最大2人での協力プレイが可能。
オンラインでの協力プレイはもちろん、画面の上下分割プレイにも対応しているそうです。育成テキストアドベンチャー、ロングリブザクイーン、女王への道しるべ。14歳のお姫様を立派に成長させて戴冠式まで生き延びさせるゲームです。権力争奪戦の渦中にあり、あらゆる場所で陰謀を企む貴族たちが手を出そうと目論んでいます。攻撃的な隣国が国境を拡大するために弱点につけ込んできます。それらの苦難をスキルと数々の選択肢で乗り越えていき、無事戴冠式まで生き残り、王位を継承することができるのでしょうか。他には7月の14日に任天堂スイッチで一つのボタンだけを使う簡単操作なジャンプアクションゲーム、スクールシリーズジェットマン。同じく14日に任天堂スイッチとプレイステーション4でピクセルパルプというアドベンチャーの新シリーズの第1弾、モスメン1966。そして15日にプレイステーション4とプレイステーション5でスクロール型のプラットフォームアクション、パラドックスエラーが発売されます。はい、今回は以上になります。今週結構気になるゲームがあって、というかこの紹介動画やるようになって全部気になるような全部が気になっちゃう全部面白そうに見えてきちゃうんだよな。もちろんゼル気になったんですけど、マリモもフィストとかやったことなかったんで、ちょっと買おうかな。アウトワールドもフレンド誘ってやりたいな。なんかめっちゃ序盤難しいらしいんですけど、一般人だから最後のお姫様のやつ結構評価が高くて、育成ものとか好きな人にはいいんじゃないでしょうかね。あとあれ、あの死にゲーのやつ、携帯のね、移植のパスカルズ、あれは、スマホゲームから PC に移植されて、 Steam にですね、 Steam に移植されて、その Steam のやつが今回スイッチに移植になったんですよ。そのスチームの段階の時はやっぱりどうしてもスマホから PC ゲームっていうことがあって、あまり評判は五分五分みたいな感じだったんですけど、スイッチだったらね、 PV 面白そうだし、まあ発売されないと分かんないけど出てみないとわからない。はい、では今回以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。リアルーでした。